せー、行きましょう1何お前上に浮いとんねお前。えと、今回4の高田家の門まくり展開になりました。で、この4の15の1256。4がまくっていったそばから5が間にまくり出し。えー、行きました。え、3、ここで引け波み浜で沈んで、ーの、はい、これ5、4まで見えても6の3着すうん。これマジでしょ完璧でした。ほんで、これ4、5、6。なんとまたかのマンシュですね。あ、これマジでいい次元。もらったわ、もこの順位を。しかも高田明がめっちゃ好きなんで、わ、よかったーと思って、マジで気持ちめちゃめちゃ良かっ,ったんですよね。うん、この悲劇さえ。え、6打ち振って1何回かしらいダンプして、3、ガッツルの最ちでい 違うね。ほんまにそうじゃないね。いやもうちゃうねんちゃうねん。おうん。一六何してんねんお前。いやもうこの満州の紐の毛ほんまになやろわ。結局4じゃ4の5号流しててよかったっすなんて話。いやマジでそう。いやいやねんけどさ、普通に考えてらもうかわすや栗山のおっさんお前。ファイターズ出る場合ちゃうねお前。まあ、サムライジャパンいっか知らんけども、まぁこんな琵の隅を乗ってください。はい、しげ、しげはるさんかしげおさんか知らんけど。 いや、これはマジでないやろ。しかもこれ5、佐渡剣ですよ、あの佐渡剣。あの、ほんま、絡めるかどうかわからん、5が負け出してきたけど時点で、正面、あ、これはもらった思ったっすもん。え、何も点があってもこれだとかわからん選手なんでね。いや、ほんまにでも、よう来たな、思って。で、4が負けた瞬間に高槻であざすと思って、5の佐渡剣あざすと思って、6の最、最内あざすと思ったらた、一周にマークでどこ行ってんの、お前。もうええわ。すいません、今日はあんまちょっと予想できなかったんですけど、あの、昨日なんと福岡ね、あの、インばっかやったんで、まあ、とりあえずあの、ーと。で,でまあ3 3のあの満0 もう、はじめまじゃは、80倍も何とか取れたんでよかったかなと思います。いや、ほんまにキモいわ、これ。で、しかも、正直、このね、前日もね、これ、墨の絵で、この、か、あの、山本工事のまぐり出しとか、で、あの、鶴本のまぐり出しも全部狙っとったんですよ。ほもう、一転覆するわ、もう、当時もどっか行くわ、お前も、なえろで。頭だけ当たってどうすんね誰でもあざすんのも、はい。もう、紐抜けるとか、レベルちゃうけどな、あれ。もう、なんでもやもう腹立つな。そこんな感じでした。はい、ありがとうございました。ほんまにやろ、これ、なんやねん、これ。弱い、ね。